静岡県中島千里さん17歳からいただきました。静岡県だ。はい、ケント君、そうちゃん、こんばんにゃん。にゃーん、こんばんにゃん。今週は島々コンビのお二人ですね、うん、二人の楽しそうなトークを聞いてるとこっちまで楽しくなります。これからもリスナーを楽しませてください。応援してますってことです。楽しませましょうよ。そうですよね。本当になんかまあなんとなくゆるーく喋れますもんね。ゆるーくやろうよとろけてるね。とろけようよ。今日のファッションのテーマ何ですか。今日も甘辛ファッションっていうか。甘辛ですか。なるほど。そう、原宿系ファッションよ。特にパンツのその主張性がなんかねすごいですよね。リスちゃんね、すごいパンツ履いてるよね。そうそう、僕やっぱり個性を出したいのよ。なるほど。ファッションもいいよね、うん、なんか中島さんもそのメガネ似合ってますよ。本当ですか。はい、いや、ありがたいです。おしゃれメガネ、丸メガネもしてますよね、最近ね、うん、なんかね、流行ってます。一番なんか勝利がよく羨ましがってますけど。あれさ、勝利真似たでしょ、丸メガネ、ね、最近つけてるけど。俺の丸メガネはあのサングラスついてるから。そうだよね、パカってね。そう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 。さあ、そうちゃん、はいはい、あのね、はい、マリウスがですよ、はいはい、新コーナーがあるみたいなんですよ。あ、本当ですか。そう、だからリスナーのみんなと一緒に遊ぶようなコーナーらしいんで。あ、そうなんですね。楽しみにしててほしいなっていう、はい、はい、あ、メール来ました、はい。東京都キャラメルバナナさんからです。キャラバナね。ケントニャン、ソンニャン、こんばんにゃ、にゃーん。今日からマリウスの新企画が始まるとのことですごく楽しみです、はい、楽しみにしています。いや、マリウスの新コーナーはもう、じゃあちょっと言いますね、うん、もう本当に来てあっという間に去る、こんな感じです。そう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 、はい、ちょっと瞬発力求められますから。そうなんだ。あのコーナー皆さん楽しみにしてください。楽しんでほしいね。そうですよ、よろしくお願いいたします、ね。さあ、番組ではみんなからのメッセージを待ってます。はい、あれですね、ちょっと今日はその前にどんな日だったかそうちゃんに聞きましょうか。今日、はい、今日はね、TDC で夏にライブがあるじゃないですか、はい、その打ち合わせをマリウスとしてきましたよ。おー、もう本格的な打ち合わせで、うん、もう今日の打ち合わせをもとにライブが作られていくわけなんですけども。おー、なるほど。じゃあちょっとオープニングとエンディング教えてくれる。いや、無理です絶対嫌です。ダメ。いや、でもダメ。やっぱりセクシーゾーンという名をね掲げて、やっぱりマリウスと松島とやるわけなんですから、はいはいはい、一応セクシーゾーンの曲もやりますし。なる、楽曲制作の方はやってるんですか。楽曲制作っていう、ちょっとこれから作る、これからそれちょっとまだ言えない。そうそう、まだ言えない。あー言ってー言ってくださいよ。ケンティはどうなの。僕はですね、ケンティは今日橋本涼介君とファイブミート君 のコインロッカーベイビーズ、はいはい、という舞台を見に行きまして。ここ行きたい。先ほどヤスさんもヤスさんも言ってましたよ、多分今日あったんですけど。そうそうそう、そう、とにかくすごい舞台でしたね。あ、そう。言い換えるのであれば、そのジャニーズワールドで僕も三重人格っていう、うん、部分があるんですけど、あれが2時間続く感じ。え？すごいんですよ。で、ジャニーズ Jr. の真田優馬くんも出てるんですけど、はいはい、もうとにかくずっとなんていうのかな、もう気が狂いそうなくらい、うん、見てるこっちも本当にその飲み込まれてしまうそうな、なんかそういうなんていうのかな、まあ他の舞台では作り出せないようなちょっとサディスティックな舞台な感じをしたかな。ちょっと見ようかな俺も。うん、そうですよ、はい、見てくださいぜひ。います。さて、岐阜県の、はい、40代男性、はい、月ぞろさんいただきました、はい。こんばんにゃ ん、サマーパラダイスが決定して娘と相談して応募することにしました。ありがとうございます、はい。僕も2014年のコンサートから娘とコンサートに行っているのですが、うん、どんどん成長していくセクシーゾーンの皆さん、今年の夏皆さんと会えることを娘と楽しみに仕事を頑張りたいと思います。これ嬉しいですね。なんかね、5人で活動しながらもさ、はい、ここで活動したりもするわけじゃないですか、セクシーゾーン。だからそういう一人一人の良さも見ながら、まあ、僕とマリスは一緒ですけども、はい、ね、なんか個人的なコーナーも持ったりもするかもしれないしね。あ、そうですね。そうそう、だから本当に僕とマリスのライブも楽しみにしてほしいし、うん、3人の空もぜひ見てほしいなと思います。いや、見どころ満載です。よろしくお願いいたします、はい。